はいみなさんこんにちはひろしの G ニュースチャンネルです、えー、今日はですねあのヤフーニュースを見ていたらですねこれですね。 トランプ大統領 WHO への資金拠出停止の考えというねタイトルが飛び込んできました。もう決定ですね。はいあの、まあ、これね、まずですね、いつも通りニュースの全部を読んで、その後にですね、広しなりの、ね、考えを述べさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。じゃあちょっと読んでいきますね。はいアメリカのトランプ大統領は新型コロナウイルスへの対応をめぐり、 中国寄りだと批判してきた WHO= 世界保健機関に対する資金の拠出を、えー、WHO の対応を検証する間停止する考えを明らかにしました。イ えー、トランプ大統領は、えー、14日の記者会見で、えー、WHO の新型コロナウイルスへの対応を検証する間資金拠出を停止する指示を出すと述べ、えー、WHO に対する資金の拠出を一時的に停止する考えを明らかにしました、ね、一時的じゃなくていいと思いますけどねヒロ、ね、はね、いえー、その理由についてトランプ大統領はアメリカが今年一1月、えー、感染拡大防止のため 中国からの入国を禁止する措置を発表したのに対し WHO が反対したことを挙げ WHO による最も危険な決定の1つだと述べました本当だよねね WHO も毎回コロコロロうこと変わるから、ね、えそして WHO は世界に対して何が起きているか情報を伝える義務があるとした上で WHO は基本的な義務を怠った。 責任を取らなければならないと述べ、えー、WHO の対応を検証すべきだと主張しましたトランプやるね本当その通りだよ、えー、WHO をめぐってはアメリカ議会で与党共和党を中心に中国寄りだと批判が強く、えー、トランプ大統領としては強硬な姿勢を示した形ですが野党民主党や、えー、メディアからは、えー、トランプ大統領の初動が遅かったという批判も相次いでいて、えー、こうした批判をかわす狙いもあると見られますなるほどなるほどまあでもグッジョブな判断だなって広瀬は思ったけどね はいえー、民主党は批判、自らの失敗の批判をかわすため、うんえー、WHO= 世界保健機関への、えー、資金拠出の停止について野党・民主党の全国委員会は声明を出し感染拡大の要因はトランプ政権の初動対応の遅れだと指摘した上で今回の決定を批判しました、まあ、一応批判意見はあるわね、えー、声明では、えー、トランプ大統領は自らの失敗の批判をかわすために、えー、世界をさらなる危険にさらそうとしているしかしアメリカ国民は真実を知っている、えー、数ヶ月もの間中国の透明性を 称賛し、警告を無視していたのはトランプ大統領だとして、えー、自らの失敗を隠すため WHO に責任転嫁しようとしていると批判しましたと。えー、そうなのどっちなんだろうね。なるほど、なるほど、まあ。両方の意見が書いてあるけど、ただ、ですね、まあ、この資金拠出停止は、ヒロシは、えー、非常に、あのー、なんか好感持てるなって思いましたよ。うん、なんかね よくやったってなんかちょっとね、声が出ちゃいました。ニュース見たとき。いや、なるほどっていう感じで。まあ正直ですね、テドロスさんもびっくりでしょうね。テドロスもびっくり。ね。もうなんかもう、なんか USA!USA! USA! ってなんかね、ちょっと言いたくなっちゃいますよね。こういうことされるとね。あの、一気にね、トランプの支持が拡大すると思います。だから、野党とかもね、焦ってるんだろうね。うん。だってさ、WHO にお金払ったってさ、アメリカに何のメリットもないじゃん。あるごめんね。あるっていう人、ちょっとコメントくださいね。<laughs> 悪いけどさ、あんなさ、 んんなとんでも組織、ね、世界を危機にさらした WHO に払うぐらいだったらさ地獄の防衛費とかに回しておいた方が全然いいよね、うん、悪いけどなんかこれは日本も続いてほしいなってヒロシは思うよ、うん、いやほんと中国と WHO にねあと責任取らせなきゃダメだよねあいやこれはですねだって WHO って何の役に立ってんのか未だにヒロシよくわかんないんですけどね、うん、今んところ何の役にも立ってませんよ、うん、だってお金出したところで ななんんかかメリットあんのかなっていうう気がしちゃうんですよね WHO にお金を払いましたって言うとなんかかっこいいことした気になるけどぶっちゃけ何のためにそんなことするのか分かんないし WHO 自体も何のために存在してるのかすらもう分かんなくなってきてるんでねヒロはね <laughs> もうそれはヒロシが頭が悪いからだろって言われたらそれまでなんですけど <laughs> ねあのちょっとなんか、ね、いやいやこういうことのために必要なんだっていう方はねコメント書いてくださいねうんでもねあのトランプのねこのズバッとねあの切り捨てる決断力今になってねいいなってねこういう有事の際こういうなんかいろんな こんな大変なことが起こってる際はですね、この人の決断っていうのはなかなかいいですよね、早いし。うん、お金もパッパパッパ配ったりね、なこのかいいと思いますよ。やっぱ有事の際の男なんですよ、こういうやつっていうのはね、うん、トランプみたいな人は。だから日本もね、続いてほしい。ねもう世界の ATM はやめましょう、日本もね。うん。お金払うの、バカバカしいですよ、こんなところにさ。 ね、だからもうあそうだなもうだから代わりにさ中国にさたくさん拠出してもらえばいいんですよね金平ちゃんが出してくれるんじゃないですか WHO ね中国のこと大好きですから、ね、だってもう台湾たたきでさ中国と政治的にもうべったりなのはっきりしちゃったわけじゃんねもうだからあれですよもう別の組織作りましょう WHO に代わるもう別の組織を。 ね、もうあの台湾を拠点にねあの作ったりとかすればいいんじゃないですかね、うん、いやいやもう本当にさ今まで渡したお金とかも全部返してほしいよね本当 WHO からさ、うん、だってもう世界を危機に陥れたじゃん中国と WHO はいま、ね、だにもうあのー、被害はどんどん拡大して経済は止まって死者も何万人も出ていいんですかこれ。ね、<laughs> 悪いこれは とんでもないことだと思いますよ。うん。いや、もうほんとさ。 テドロスとさ WHO とさ中国のさもうこの人たちどうしようもないですよ、うん、だってもう情報をか乱し続けたじゃないですか最初は大丈夫大丈夫ねほら WHO は中国様にあんまりこう立て,立てつくことはできないから中国は大丈夫ですよ皆さん、ね、あのウイルスにそんなビビらないでください、ね、どんどん国交をねもっともっと交流して、ね、あの壁を作らず物流も妨げずもっと普通通りでいいんですよ中国は素晴らしいってね情報をか乱して 拡大し続けてあもういよいよやばいって言ってねあのー、あれですよもう情報もうや皆さんパンデミックですとか言い始めてお前何やってんだよっていう感じじゃん、ね、世界をさもうこのコロナっていうねコロナウイルスコロナウイルスっていうかもう武漢ウイルスチャイナウイルス、うん、もうこの薬剤に陥れたわけじゃないですかこの組織はだからもう悪いけど正義はないですよ WHO に、うん、存在価値なしと言っても過言ではないと思いますひろしはうん あとですね WHO もそうなんですけど中国ね中国時代にです、ね、何かしらの制裁をですね与えてほしい本当にあの国、多分ノーノーとこれからもやってきますよむしろ今、欧州企業爆買いしてますからあの中国はこれをチャンスと思ってというか中国は全部仕組んだシナリオなんじゃないかって思っちゃいますよねこんなことやられると。今だってほらイタリアとかねもうヨーロッパ あもう各国でねヨーロッパの各国でもう今、もうすごい経済が超停滞しててあのもう弱ってるんですよ、企業が。その企業をですね今、中国が爆買いをしてるんですよ、どんどん侵略していってるんです。だからこんな やっってていいのかもう悲しいけど今中国相手にできるのはですねもうアメリカぐらいしかないんで本当にねもう頑張ってほしいですよ本当に USA って言ってあげますよ USAUSA USA って言ってあげるからねちょっともうトランプさん頑張ってほしいなと思いますね本当にもうなんだろう,もう世界危機ですよ本当にこれはある意味戦争ですからねうんいやもう本当に今回の件で WHO は本当に意味のない組織だっていうのが もう露呈しましたよね。うん。本当にね、日本さん、あの、安倍さん、ね、自民党さん、まあだ、いいや、もうに、もう、日本政府も続いてほしいです。うん。ただ、まあ、日本は続けないね。やっぱり続けることはできないと思うね。やっぱり、あの、友人不断だしさ、検討いたしますって言って、1年、2年かかるだろうね。うん。いやー、まあ、でもやっぱりね、うん、もう、日本もさ、もう IMF とかにさ、金ばらまいてる場合じゃないんだよね、本当に。やめてほしい。本当にさ、うん。 いやあのさもう今こんだけみんなさ苦しんで世界中の人がコロナにかかって肺、ね、がもう大変なことになってさ死者も出ててさ亡くなったもうあれだか海外の,の YouTuber なんだっけ YouTube のあの人見てもうなんか泣きそうになっちゃったなんだっけほらああもうこれが私の死なんだなーなんて言ってさほら誰にも会えないんだよねあのほらコロナがうつっちゃうからさ自分の子供とかさ孫とかさ家族に会えずに1人で死んでいくんだよピーピッピッ ピーってさ、あの医療、医療現場のさ、あの音だけ聞こえてさ、ね、なんか防護服、なんかもう、自分、なんか、ね、なんかもう毒ガスマスクみたいのかぶってさ、防護服みたいの着てる人がさ、な、ビニールシートの向こう側にいるわけじゃん、そんな光景を見ながらみんな死んでってるわけでしょ。これは許せませんよ、よ本当に、こんなことをね、あの、やっちゃったね、中国とね、who はですね、本当に、あの、何かしらの制裁はですね、あの、加わるべき、ね、制裁、もう。 天,罰もう天からの罰が絶対当たるんでこういうのっていうのはねもうでも絶対何かしらの制裁必要だと思いますけどね本当にパンデミックのこの世界を人類を危機に陥れた責任を絶対中国の WHO はですね取ってほしいと思いますで取んなきゃダメですよこれあの 本当にね、あのー、もう天は見てますからね、もう中国の言葉は借りますけど、ね、こんなの絶対天が許さないから、うん、ヒロシはあんまり宗教的なことはよくわかんないけど、これはね、神様は許しませんよ、絶対こんなことは。これで、のうのうとね、はっはっは、世界はね、あの私のものにだ、あ、にだじゃねえや、えー、私のものあるっつってね、あのー、もう今、ね、欧州企業爆買い、もういろんな体力のあった企業、世界中の企業を爆買いしてるわけでしょ、絶対許されない。うん。 本当にねあの、調子に乗りすぎです。絶対この件はですね、あの本当に天罰が下ると、広ロは思いますね。はい、もうね、もう戦犯ですよ、この世界の混乱の戦犯はね、WHO、うん、もうこれはまあ間違いない、ここに、ね、お金なんかあげちゃいけないと思います。うん、だからもう CHO に改名して あの金平さんにね、金平様にね、恵んでもらいましょう、ね。そうすればね、問題解決ですよ。うん。それで大丈夫でございます。はい。ということでね、あの今回のこのトランプ大統領のね、WHO のこの資金拠出停止、これはですね、まあ、非常に好感が持てるニュースだと、広ロは思いました。これは、まあ、日本が続けじゃないですよ。中国を除く全世界が続,、えー、続くべきだと、えー、広ロは思います。はい。ということでね、今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。はい、あ。 あちょっとまた怒りの放送で疲れてしまった。息切れしますね。はい。ということでね、あの、まあ、うん、もしですね、あの、チャンネル登録とかね、あのしていただけるとああ、こういう放送やっていくね、励みになりますので、えー、もしよかったらよろしくお願いします。あと、この件に関してですね、コメントとかあったら、どんどんください。ヒロシ、お前の考え間違ってる。実はね、あの、トランプっていうのはとんでもないやつなんだとかね、もちろんそういう意見はいっぱいあると思うんですけど、何かありましたらですね、ぜひコメントに書いてくださいね。はい。では、今日はこのようにしておきます。皆さん、コロナに負けず頑張りましょうね。みんなで手を取り合って、 頑張っているとこの難局乗り切っていきましょうはいでは失礼いたします